閉めようか。一回閉めますね。あ、社長、YouTube 熊田陽子チャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。本日は私、今年芸能生活20周年になるんですが、ずっとお世話になっている芸能プロダクション、ピラミッドに行きます。ここね、西麻布の交差点がすぐそこにあって、こっち側が六本木っていうものすごい大都会の真ん中にある事務所で、事務所に行くのは久しぶりで、2021年になって初かもしれないな。行ってみましょう。私が所属している事務所はここです。株式会社アーティストハウスピラミッド。もうデビューの時からお世話になって、上京した時も岐阜の田舎から六本木駅に降りて、そこからずっと歩いてやってきました。で、場所もずっと変わってないですし、すごく思い出深いですね。ではでは行きましょうか。ちょっと今ね、一人喋りなんでマスクを外していますが、事務所に撮影していいですかって言わずに勝手にちょっと社長に聞いてみようかな。社長は多分ね、表に出れない、出れないとか出ないタイプの人かな。どうだろう。雑誌のインタビューとかあったんですけど、で、今ピラミッドはトップが鈴木紗理奈さん、そしてまあ長年いるということでただただ上に上がってきただけなんですけど、2番手に熊田がプロフィール上は事務所のホームページ上ではさせてもらっています。何にもビルは変わってないけど、このエレベーターの中が綺麗になっている。はぁ、久しぶりに来たらなんか緊張するな。やっぱなんかね、初期の頃は手渡しでお給料もいただいてたんで、必ず毎月は来てたし、なんかインタビューとか打ち合わせとかも事務所でやることが多かったから、なんかその初心に戻る感じがする。あ、開いている。ここです。ちょっと撮ってるって言ってないからね。このままちょっとカメラ下ろしてみよう。おはようございます。おはようございます。お疲れ様で、はい、ちょっと早く来ちゃったんですけど、はい、おはようございます。会議室って開いてますかね。はい、はい、おはようございます。大変ですね。みんな仕事してるから、ここが会議室で、ちょっとじゃあ閉めちゃうかな。あ、電気つけていいかな。よっしゃ、社長に挨拶してこうかな。ちょっとみんなで、ね、仕事してるんですよね。閉めようかな。一回閉めますね。あ、社長、事務所の紹介って取らせてもらっていいですか。え、いや、すごい優しい。いいんですか。なんか玄関入り口のとこで、私が芸能20周年でずっとお世話になってる事務所がこちらですみたいな感じで、すごい今この声は社長です。社長は映さない方がいいですよね。そうですよね。はい。じゃあしっかりここ。はい。私が20年間お世話になっています。私も、母子家庭でパパがいないんですけど、東京のパパが。ありがとうございます。声だけの出演だけでもありがとうございます。はい、すいません。すごい協力的に。すいません、勝手に。すみません。ありがとうございます。はい。あ、本当ですか。嬉しいです。本当に。嬉しい。本当に楽しかったんで、多分その雰囲気が。すごく良かった。あ、そうですか。すごく受けた。また行けるように頑張ります。ありがとうございます。急に私がざわざわもう、急に声を張り上げて、登場したから。すみません。突撃、ここのじゃあ会議室だけ。思い出の会議室いいですか？私がここで水着になって。何でも撮っていいよ。すごい。会議室だけ撮らせてもらいます。何でも撮っていいって、すごい。じゃあちょっと、音がね、仕事の音が入っちゃうと思うから、ここが私の思い出の会議室です。私のカバン置いちゃったけど。ガクとか言って。こんな感じで会議室が全部見えるかな。あ、こんな感じです。こちらが私の思い出の会議室です。まだあれは20年前、19歳の時に、私のデビューのきっかけがオーディションという雑誌を岐阜の田舎にいる時に見まして、
そこでこちらアーティストハウスピラミッドさんがタレントを募集してたんですね。それで、全身の写真と顔のアップの写真を送ったところ、すぐ連絡をいただきまして、一旦面接しましょうということで、もう全部交通費も出していただいて岐阜の田舎から新幹線に乗ってきたんですよね。でこの会議室でその当時のグラビア担当マネージャーさんと社長がいらして、オーディションっていうんですかね、面接をしました。それがこの会議室なのですっごく思い出深いです。もう心臓バクバクになりながら、それで事務所に入ることが決定したんですが、それからもこちらでインタビューをしたりだとか、衣装合わせするときはここのテーブルにずらーっと衣装が並んだりとか、今後の話し合いみたいなのはこちらでやってますね。で今日も実は、雑誌のインタビューがありまして久しぶりに来ました。あとはね、この今カメラを置いているのが台なんですけど、所属している、タレントの商品が入っています。あ、私のあった熊田陽子掲載誌 DVD、 これね、鍵がかかってるから、あ、開かなくなってるな。大事に保管されていますね。ただね、私のは20年分あるんで、この中に全部はないんですよ。あ、サリナ姉さんのあった、うちのトップです、鈴木サリナさん。あ、なかった。こんな感じですね。そして西麻布からの眺め、おお、今日は気持ちいい。あー、素敵な青空が広がっています。こんなもうビルばっかり、こんな感じですね。撮らせていただきました。他にもこの奥には社員さんのデスクがあったりとか、あともう少し向こうにも、ミーティングができるスペースがあったり、お手洗いとか事務の方がいらっしゃるお部屋があったりします。ちょっとね、今日は突撃という形で事務所に入ってきてしまったので、今日はこの感じで失礼いたします。ということで、私がお世話になっているアーティストハウスピラミッド突撃してみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。撮り終わりました。なんでちょっとお礼を言っていこう。ありがとうございます。失礼します。撮らせていただきました。ありがとうございます。トイレもどうぞ。一旦入り口と会議室だけにします。多分秘密なことがいっぱいあると思うんで。はい。秘密、いやいや、これからの、なんかオンエアものとか発売ものもきっとあると思うんで。失礼しいですか。サリナさんの YouTube もすごい楽しかったです。反響もすごくあって、サリナさんがしっかり子供のこと考えてママをやってるっていうのは。サリちゃんはもう、はい、やっぱり食器に座ってるよね、うん。そうですよね。頭下げる話聞いててね。